はい、皆さん、こんにちは。FX システムトレーダーの IT です。本日はですね、2020年3月14日、12時42分になります。えー、本日はですね、まあ、丸1ヶ月間空けておりました、えー、期間の、以前の期間のですね、僕がどこかお休みしていた期間の、えー、トレード結果の振り返りと、 えー、およびね、えー、来週のね、えー、トレードとかチャート分析をしたいなと思います。はい、それでは始めていきます、えー。まずね、ちょっと結論から言いますと、えーまあ、今回のね、1ヶ月間のトレードは、まあ、褒めるところは何もないトレードであって、えー、そしてまあ、結果的にね、全ロス、全てロスカットしてしまったという内容になります。はい ロスカットしたという内容もね、すべてお話しすることで、まず私自身のね、反省、次以降ね、どうしたらそういうことはね、全ロスしないか、というダメージを最小限に抑えるにはどうしたらいいか、あるいは利益をね、伸ばしていくにはどうしたらいい、失礼しました。なかなかちょっと辛くてね、心が辛いです、全ロスで。 <laughs> ちょっとそれはさておき、えー、私自身のねあのこのダメなトレードっていうのを動画にすることでまず私自身が、えー、どういうところがいたってな、えー、ダメだったのかという反省をしてそしてその反省をもとに次回以降ねどういうトレードをしていけばいいのかまあ何が、えー、何をしていなかったから全露水になったのかと いうねえー、その振り返り返で、えー、今後はそういうことをしないためにはどうしたらいいのかっていうやつですね。えー、それをやっていきたいなと。で、えー、動画をね、ご覧になっている皆さんにも、まあ、反面教師としてね、まあ、ああ、そか、これはやっちゃいけないのかとか、あこれやるべきだったのかとか、そういったね、えー、参考に、一つの参考に、ねえー、なれば幸いです。 はい、それでは、えーっとねどうまあ、トレードの振り返りをしていきたいと思います。ちょっとね、すごい汚くなっちゃってるんですよね、えー。まずはちょっとこのエキスパン、ヒューナッチリトレースメントは消しておきます。せめてね、せめてこれぐらいしとかないと汚くて見えない。えー、それぐらいね、ひどいトレードだったというわけですね。まずは、えー、前回ですかね、私が1ヶ月前に動画を投稿したのがここだったかな。 ここ、ね、2, 月の16 4日か2月の15日とかのところで私が動画を投稿してで、えー、その後ねまあちょっと会社員ですので、えー、少しねトレー動画投稿できませんというお話をしておりましたでその間にどういうふうに、えー、ユーロとの値動きがあったかっていうとその直後の週が実はそこだったんですよね でここのところで耐えてそのまま、ねえー、こう放置をしていることができれば、まあ、といっても今週になったら、ね、あのここ火曜日のところで下に抜ける兆候があったのでそこでえ切っておく必要はあるんですがここまで買いポジションをね持たせることができればえ何ピップスできたかという川山ら、えー、1.085から だい一点い1.085から1.1271.085から1.127でゃなくて簡単に5にしましょう1.125までつまりざっくり400ピップスですね。やっくり400ピップスを400ピップスを0.5ロット5万通貨でやることができたというわけですね。400ピップスあればまず、えー と、1>, 1万通貨の場合で4万円ですね。ちょっとここ、金額計算のためのやつ。0.1ロット。まず、0.1ロットで100ピップスだった時は1万円なので、400ピップスだった場合は4万円。そして、0.5ロットの場合はさらに5倍するので、4、5、20万。少なくとも20万円分のね、プラスになっているはずだったんですが、そんなこともできずにね、 ここ辺とで切っていました、まあ、理由は割と明確になっ、私の中でどういうトレードをしていたからこうなったんだっていうのはね、割と原因ははっきりしています。理由はですね、スマートフォンを使ってトレードをしていたからですね、スマートフォンを使ってトレードをしているとどういうことが起きるかと言いますと、ちょっとこれ大きく上に動かしてしまいましょう、こんな感じでですね、スマートフォンを使っていると、 チャートの画面と今のポジションの画面というのを同時に見ることはできないんですよね。今何、えー、ピップスプラスになっているポジションがありますよというのはあるんですけど、じゃあそれチャートの中でどういう位置づけにありますかどれ、もうちょっと利益を伸ばすことはできる場所ですかっていうのを考えた際に、えー、同時に見ることができないので、まあ、判断が、ねえー、鈍くなっていました。 まあもちろんこれは言い訳に過ぎません。よっともうちょっとね、落として下げてと。えー、まあ企業のところね、えー、っと、すべてロスカットしてしまったので、まあ、ロスカットしてしまったので、まあ、敗者のね、えー、っと、これは言い訳には過ぎませんが、 えー、どういうトレードをしていたらいけないのか、私自身も、うーん、まあ、ここまでね、えー、ダメダメなトレードになるとはちょっと思ってなかったので、まあ、ちょっとこのね、あの時期のところ、さらに言い訳を重ねて、まあ、見苦しい言い訳を重ねますと、まあ、ちょっとね、あのー、仕事上のであんまりうまくいかないのがこの辺りであって、しかもこの底のところでですね、うまくいかないのがあって、 でそしてそこからああもうプラスになったから利益にしプラスにしようプラスにしようでやってしまったというのがありますであとはそこからんでねあー逆行している難品しなくちゃっていうねところこれもちょっとよく分かんなかったんですよね難品をするのは上がっているところでの難品は少なくとも NG ですねここで何回もしているのは割かし NG ですとりあえず単純に ここでするんだったら、あのもう5日移動平均線に対してこう下に抜けたよってところで難品をするんだったらまだ、まだ救いようはあったんですがあの、上がっているところで売りの難品を入れるというのは単純にナンセンスですね。戻ってくる天井のところで、えー、例えばこの天井の辺りで難品を入れるから、 その相殺する効果、うまみが出てくるわけであって、そういうことをしない難品っていうのは単純に、えーっとですね、自分で、まあ、地獄へのね、えー、っとなんだろう特急切符って言ったんですかね、まあ、今、切符、私買い、ま、全然買いませんけど、まあ <laughs> えー、失礼しましたそういう地獄への,、ね、あの片道切符、特急券を買っているようなもんだという感じです。はいえー、ということでね、 あの利せっかく1ヶ月以上耐えていたにもかかわらず、えー、本当にわずかな利益で、えー、利確するというナンセンスな買いポジションと、えー、売りポジションは、ね、上がっているところではさらに難品をするっていうありえないことをして、ねえー、いたという感じです。はい、ということで、えーっとまあ、先月、まあ、ま1ヶ月間です、ね、休んでいたうち あの3週間分はね、ひどいトレードでした。で、えー、月曜日にねあの、全ロスしてから、まあ、改めて40万円入金して、まあ、再度始めることにしました。まあ、まあ、ちょっとね、自分を見つめ直すという意味でもう一回ね、少額からやっていこうかなと思っています。まあ、少額だとね、お金がね、儲かんないんですよね。ただ今、ボラティリティが非常に。 この辺とかね、200ピップスぐらいね、動いている時なので、そういうタイミングでね、大金をまた入れて、で、こんなぐちゃぐちゃなトレードをした直後にそういうのをやって、またお金を失ったら、今度こそね、再起不能になってしまいますので、まあそうならないようにね、やっていきたいなと思います。はい。で、えっとね、あの、先週の最初のトレードなんですけれども、どうですかね、結果の方では、 えーっと、ここですかね。はい。えー、早速ね、マイナスにはなってるんですよね。えー、っと、火曜日のとこの、えー、オープニングが、えー、朝のね、えー、4時12分ですかね。4時12分の段階で、えー、まあちょっと朝、目が覚めてしまったので、もうロスカットした次の日の朝。いや、もうこれは朝の4時。 まともな精神じゃいられないですね。ま,あ、まともな精神じゃいられない状態で、えー、っと仕事が終わってで、えー、次の日の朝に、ねえーとね、エントリーをするだからチャート分析をしているんですが、まあ、勢いというのは上向きだと、まあ、やっと認めることができたので買いポジションを、ねえー、持ちましたただし買いポジションを持ったんですけれどもこれは20ピップスで損切りをするというふうにしていました。 いやこれがあの、この前までのね、トレードの反省ですよね。えー、ストップロスを20ピップスに設定しました、まあ。この時1ピップスちょっと滑ったんですけどね。えー、20ピップス分の損切り、じゃ、えー、20ピップスでストップロス、えー、損切りになるように設定をしておくことによって、まあ、結果的にね、だいたい200ピップスぐらい落ちているんですけれども、1.13ぐらいから、 1.105、えっ、ー、と、200じゃなかったですね。250ピップスほどの落下になってます。えー、20ピップスの損切りで止まっていたおかげで、えー、250ピップスの逆行というのを味わわずに済みました。えー、ということで、今回のはね、反省を、いや、喉元をまだ過ぎていないうちのトレードはうまくいってますね。はい。 ということで、喉元をまだ過ぎていないうちのトレード一発目というのは、まあ、結果論で考えると250ピップスの逆行になる前に20ピップスの逆行で済みましたという話です。はい、そして次ですね、えー、っと、次これちょっと次のこの買いポジションはちょっと単純に間違えました。単純にここね、買いと売りの、えー、っと入力を間違えていまして、 で、えー、買いで入れちゃって、あやばいっていうふうにね、間違えたのに気づいたので、6時31分にエントリー、6時31分43秒にエントリーして、6時32分20秒、40秒間ね、エントリーを、えー、で、エントリーを取り消しました。で、このエントリー取り消しで40秒かかったのは、あの、利確のポジション、 利確設定をいじってたんですけど、こう100ピップスぐらい進んだら下でいいかなってやったらいくらいじっても下の方の方動かなかったんですよね。で、下の方のレカ、えー、ポイントが動かないんでなんでかなと思ったら、買いポジションの方のね、ランプがついていましたので、あこれ逆向き逆にしちゃったなということで、えー、そこで切りました。こちらは、えー、366円のマイナスですかね。まあ、 まあ、あの金額は置いといて、とりあえず、事故は防げたのでよかったと。うん、まあ、操作ミスがないようにというのはあるんですけれども、操作ミスが出た時にどうするかっていう話で、えー、今回すぐに切れたのはよかった。まあ、これ気をつけるしかないというのがね、辛い話ですけどね。えー、そして、えー、次はですね、えー、っと木曜日、木曜日の朝7時47分かな。ね、ん 金曜日の朝7時47分に、えー、売りでエントリーをしました。そしてこの売りでエントリーしたものは、えー、っと上側がです、ね、50ピップスの逆光で、えー、損切り、そして下の方が、まあ、100ピップスほどの、ねえー、利格でね、100ピップスで利格になるようにしました。まあ あのこの5日移動平均線に対して上に抜けるようになった場合は、まあ、買いポジションで再度入り直した方がいいだろうという感じでの損切りをするためです、まあ、結果的にはそこまで上がることなく下がって、えー、利確することができました、はいえー、ということで、ね、今回の、えー、トレード、まあ、利損切りと利確どっちも入れていて、えー、利確の方で引っかかりましたで、えー、リスクリワードとしては1対2なので 五分五分でもう十分、えー、利益が取れる状況でした、はい、そしてですね、えー、そんな感じで、まあ、今週のトレード喉元を過ぎてからのトレードはまあ悪くない一、まあ、回操作ミスはありましたけれどもそれを除けば、えー、割と悪くないトレードでした、まあ、操作ミスの方はねあのもう <laughs> 気をつけましょう以外の言葉が何もないんですけれども、はい、では、えー、と来週の、ねえー、トレードのね とかチャート分析に移りたいいなと思いますまずは、えー、どれぐらいまでの値、ね、動きっていうのが考えられるのかというね話をしたいなと思います、えー、これがねこんな感じでやって てよりますので,でまずは12月31日からですね、2月の、えー、20日ですね、そこになったところ、2月の20日のそこになったところまででの、えー、フィボナッチリトレースメント、黄色ですね、このフィボナッチリトレースメントを引いてみると、えー、ほとんど、えっ、ー、とですかね、 3月9日月曜日のー高値が161.8%に届かないだい大体150%といったところですねー150%といったところで一回下がりました折り返しましたということでねまあこれで瞬間的なこの青線のトレンドそのものっていうのはね一回終わった とと見ていいかなと波,ですか、ね、波としての上昇は一服、えー、次に、えー、っとこのあとですねユーロドルが、まあ、再び、えー、っとユーロ高側に移行するかどうかのための期間に今週は入ったと考えていますこのね火水木金の下がりっていうのはあくまで上がりすぎてしまったものに対する調整だと思います えー、そのため、えー、木金ではね、ほぼ61.8%のところで止まっています。で、この61.8%のところで止まった状態で、えー、次にですね、ユーロドルが、この5日移動平均線をさらにもう一度上に抜けるか、えー、どうかってところですかね。これでもう一度38.2%の位置を貫いて、あ、じゃないな、それだと説明にはならないですね。 もう一度5日移動平均線をこう素早く上に抜けるようだったら、まあ、成り行きで買い、えー、で入ってもいいのかなというふうには思います。まあ、これが、ね、どうなるのかというのはちょっとわからない状況ですね。61.8%でも、えーまあ、み合って、とか下髭がついてついてついてだったら跳ね返る可能性が高いです。でそのまま抜ける場合だったらどこまでいくか。 まあ100%のあたりまで行く可能性というのはそこそこ出てきます。でその時にはですね、今、私が持っている、このポジションですね、えー、このところ、えー、売りで入ったものがね、えーまあ、勢いが変わる、流れが変わったので売りで入ったものがあるんですが、この売りで入ったポジションはどんどん利益を伸ばせるかなと、えー、考えています。まあ、途中で思、ね、いっきし、上に上がってしまったそれはそれで切っておこうかなとは思います。 えー、ということで、今現在ですかね、今現在、えー、2020年3月14日、まあ、12時59分、まあ、土曜日の、ねえー、時点では、私はまあ上がるだろうと、61.8%で跳ね返るだろうと考えています、ね。跳ね返って、もう一度上がるだろうと。 で、えー、その時どこまで行くのかに関してはちょっとまだ読めませんが少なくとも移動平均線つ日移動平均線の上に来て、えー、短期的な、ね、寝よきが、えー、上向きになったとしたら、まあ、そこで成り行きで入っていってまた、えーっとですね、3月9日の時のようなこう行って帰ってが来たらそこで一回、ね、手締まいしようかなというふうに思っています。 えー、ということでですね、今回の内容はね、えー、ここまでとなります。全ロスしてしまったという見苦しい、えー、トレード結果のお話と、まあ、来週の、ね、ボラティリティの高いところでどう動くかっていうお話でした。はい、ということで、えー、今回の内容はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。